私みたいな人を量産させたくないっていうのがあります。はい、三森和樹です。今日も散歩しながら話していければなと思います。ってことで、まあノンタイトルの話をしていこうかなと思います。まあノンタイトル見てない人もたくさんいると思うので、話させてもらうと、以前ねノンタイトルっていう番組に出させていただいて、そこから、学校を作るっていう、まあ高校を作るんですけど、本当に4月の開校に向けて今30人ぐらいをもう絶賛生徒を集めているような形になってます。でこの高校は本当卒業資格が取れるちゃんとした学校なので、それの設立に向けて、まあ、今絶賛動いているところなんですけど、まあ、学校を作るっていうのはなかなかないと思うので、この教育事業、まあ、関わらせてもらってる、まあ、役員として入っているので関わらせてもらってる教育事業に対しての、まあ、思いっていうのを話していければなというふうに思います。まあ、ゆるくね動画こうやって発信しているので、ぜひねチャンネル登録してもらえると嬉しいかなと思います。ということで話していきましょう。私今ベトナムの人と基本的には仕事してます。で、本当に2年間ぐらいもうランドブリッジ株式会社って、まあ、別途システム会社をやってるんですけど、そっちの会社でベトナムの人と働いてます。ベトナムって国をちょっと説明させてもらうと、平均年齢が大体30ぐらいかな、人口でいうと1億いかないぐらいの国です。で、めちゃくちゃ若い人が多い、とにかく多いんですよ。でこれ象徴的なもので言うと、ベトナムのイオンがあるんですけど、でイオンって日本のイオンだとショッピングモールに子供の遊ぶスペースってあるじゃないですか。イオンの中に1個あるかないかだと思うんですけど、ベトナムの場合なんと4つぐらいあります。あの子供の遊ぶスペースが、子供の遊ぶスペースがもう1個2個3個4個って、別の会社なんかな、あれ多分別の会社の遊ぶスペースが、例えばなんか氷のなんかイメージしたやつとか、まあなんかボールがあったりっていうのが4つもあって、すげえ若い人多いんだなっていう国です。びっくりするぐらい、まあ若い子が多い。バイクが基本メインで通勤とかするんですけども、若い子ばっかなんですよね。っていう人たちと仕事をしているわけなんですけど、すごいね活気があるんですよね。やる気に満ち溢れてる。で、はたまたじゃあ日本の人、まあ、もちろん私もそうだったんですけど、私が18とか、20代中旬の時に何かやりたいことがあって、日本をこうしてやるんだとか、こんな自分になりたいんだとかって1ミリもなかったんですよね。ベトナムと日本を比べてしまうと、圧倒的にベトナムの方が、なんかベトナムはこういう国になって、俺は将来こうやってなってこういう人になりたいんだっていう思いが強い気がしてて、まあみんないろんな人の話聞いたんですけど、やっぱベトナムの方が強いんですよ。でじゃあそれは何なのかなっていうのをやっぱ感じた時に、やっぱ教育じゃねっていうのはすごい思ったんですよ。なのでこの教育事業っていうのをやるってなった時に、じゃあ日本の人たちに、まあ、こんな私がこうやってベトナムの人と仕事してて、彼らはこんなに元気だし、こんなマインドを持ってる人たちに負けない人を作るために、絶対やりたいっていうのはすごい思ったんですよね。なんか日本ってベトナムの人からすると日本ってめっちゃ憧れられてる国なんですよ。ただ日本に来ると思ってたのと違うっていうのが多いらしいんですよね。俺はなんかそういうなんかベトナムの人とか憧れを持ってる国、日本をもっといい国にしたいというか変えたいっていう思いがなんかその時によぎったっていうのがあって、教育事業っていうのは絶賛やりたいなっていう思ってたところではあったので、すごいねこのノンタイトルに関われてよかったなっていうふうに思ってます。でこの高校生に対してそれを教える、まあ、ぶっちゃけね、じゃあ自分のような人になってほしくないんですよね。結局目標がなく、とりあえず警察官になって、まあ、今辞めて自分の好きなようにやってるんですけど、結局その7年間ぐらいって別にやりたいことがあって生きてたってわけではないんですよ。ただまあなんとなく生きててためになったっていう自覚はあるんですけど、まあそのもう高校生の段階で自分のやりたいことに気づいて目標に向かってればもっと近道になったかなっていう気持ちはあるので、私みたいな人を量産させたくないっていうのがあります。教育授業やるにあたっていろんな人にインタビュー、やっぱ日本の中学生とかにインタビューしたんですけど、なんとなく学校行って、なんとなく高校行って、なんとなく大学行って、じゃあ大手の会社に勤めるみたいなのがマジでなんとなくが一般的すぎて、なんかあんま良くねえなっていうのはマジで感じてます。まずマインドを直さないと、ダメかなっていうのは
思ったりするので、ぜひこのウィングスの学校ではそういうね、なんとなくではなく、ちゃんと考えて自分で選択できるような教育っていうのをやれればなっていうふうに考えてます。いや、これね、できるとね、かなりね、いいなって思ってるんですよね。正直義務教育で教えられる国語算数理科社会は限界、まあもちろん超重要なんですけど、それよりも社会で生きる重要なことっていくらでもあると思うんですよね。なんでそれをなんか学ばせられるような学校がいいのかなって思ってたりします。なんか個人的にはね、 AI とかすごいいいなって思ってて、まだまあそこまで話固まってないというかほぼ言ってないんですけど、やっぱ今最先端の、じゃあ AI 使ってなんだろう、なんかいろんなことをやってみたら効率って本当に5分の1ぐらいになるんですよ。なんでそこら辺の AI の活用方法とかっていうのもなんか教えてあげれば、暗記とかほとんど必要なくなってくると思うんですよね。だから調べて理解できるレベルになる人を育てる、なんか暗記人間を育てるっていうよりは道具を使いこなせる人間の方がいいのかなっていうふうに思ってたりします。なので教育にはね、携わりたいと思ってたんで、マジで良かったなと思ってます。今度プレオープンっていうのがあって、オンラインとオフラインがあって、合計して150人ぐらい申し込みが来てんじゃないかな。申し込み終わっちゃったんかな、申し込みがあればもし概要欄に貼っておくので、ぜひ見ていただけると嬉しいかなというふうに思います。なんかそこでね、じゃあ何を教えるかっていうと、SNS の発信方法とか、自分の得意なジャンルを見つける自己探求っていうのとか、ウィングス高校等学園っていう作る3人の得意分野っていうのを学べる場所になってます。まあなんか結構オンラインとか、オンラインでも見ることができるので、ぜひねオンラインの方が、その場に行ってやるっていうのは結構めんどくさいと思うので、オンラインでぜひ受けていただけると嬉しいかなというふうに思ってます。そんなところで、私が教育ジャンルで結構興味がないような人間っていうのも結構思ってた人多いと思うので、どちらかというと結構教育はやりたいというか、かなり前向きでやろうとしてたような形でした。子供も最近ねプログラミング流行っていると思ってます。でなんかこの前イオンに行った時にプログラミング大会みたいなのやってて、すげえなっていう感じだったんで、普通のね教育ってよりはなんか若い人に向けて、なんかその人たちの人生を変えるのが一番私としても理想やし、いいのかなっていうふうに思ってますって感じで、今日も動画撮ってまいりましたが、いろんなね私が思ったことを発信している YouTube になってますので、ぜひねチャンネル登録していただいて、こんなやつのまだ成功も何もしてないし、本当にこれからどんどん動いていってるような形なんで、そのね過程を見たいっていう方はぜひチャンネル登録してもらえると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。またねー、バイビー。